社長、S、質問来てます。はい。収入がきつくて副業や投資を始めたら詐欺まがいで一層お金がなくなり、新たに学んだりするためのお金もなくなってしまいました。家族がいて新たに貯金も進まず身動きが取れません。社長ならどうしますか？まずはお金が溶けるところから投資を始まると思った方がいいと思いますよ。だってさ、下げられたりとか最初の投資失敗するなんてもうあるあるなんで。しかもその投資のさ、知識もなくてさ、投資家が周りにもいなくてさ、話聞ける人もいなくて軍資金も少なくてさ、末端じゃんそれって。投資家として末端である自分に来た情報なんてほとんどもう終わってる情報しかないって思った方がいいと思う。だから金輪際うまい話にまず乗らないことで、人を頼るんじゃなくて自分で投資について学んでいった方がいい。で、知識を持った上で例えば投資家の集まりに行って、そこでやるのはいい投資がないかなではなくて、みんながどんな案件に引っかかってるのかなっていう、その引っかかってる詐欺案件を知ることによって、なんか情報が来た時にあ、それ詐欺だわって分かるようにもなっていくと思うので、まず他力っていうのはやめて自分で投資の勉強してください。